斎藤竜は、日本の音楽学者、音楽教育者、文筆家。旧姓は渡辺。横浜市で、初の女性助役に任命された。財団法人横浜市芸術文化、振興財団理事長も務めた。教育者の渡辺千良、かつの一人娘として、横浜市鶴見区に生まれる。横浜市立磯子国民学校、鶴見女子中学校から、 神奈川県立希望が丘高等学校に進学。希望が丘高等学校では男女共学実施後の女子一期生で、式典でピアノ演奏に起用されたりしたが、3年生の時に芸術家を新設した東京都立駒場高等学校に移る。ピアニストを志望し、石渡秀夫よりピアノの指導を受けた。東京芸術大学音楽学部学理科に進み、 音楽学をハットリ・に指示し、西洋音楽史を専攻する。卒業論文はリューベックの音楽史引き続き同大学大学院音楽専攻科を修了。修了を論文は大トリックバックステフードのカンタータ。学生時代は伴奏ピアニストとしても活動した。1959年にチェロ奏者の斉藤鶴吉と結婚し、 以前から居住していた横浜市磯子区に夫が来る形で結婚生活を送った。二条儲け、育児期は自宅でのピアノ教室や学理科受験塾、東京都立駒場高等学校非常勤講師などを行っていた。1976年より鶴見大学短期大学部保育科講師となり、助教授を経て教授に昇進し、1995年まで務める。 この間論文発表などにより、日本近代洋楽史研究、横浜音楽文化研究、幼児音楽教育研究をライフワークとする。また横浜市教育文化センター主催の市民向け教養講座で講師を務め、1987年より横浜市教育委員に任命される。並行して基礎研究を続け、神奈川新聞の前身である横浜貿易新報より、 対象年間の音楽に関連する記述や広告などまでをすべて抽出した横浜貿易新報対象年間記事収録を編纂。また、地域社会における音楽の関わりを模索し、各種団体の設立、企画講演などを手掛ける。1990年よりシンポジウム21世紀の横浜の音楽文化を考えるを開催した。1995年5月。 横浜市長の高秀秀信により、同市では初の女性かつ外部人材となる助役に起用され、60歳で教職を辞し、後人となる。横浜国際総合競技場開業、病原性大腸筋を1 5 7問題、消防で染め式など、幅広い姿勢に携わった。特に、専門の文化分野においては、文化振興財団前身の美術分野と、 音楽分野の二度にわたる統合や設立に尽力した、他、横浜港未来ホールの建設機から、開業期の運営に力を注いだ。ホール名を市長に提案し採択され、初代ホール館長に渡辺明を推挙し、運営の基礎を築いた。1998年5月31日のホール会館は、助役として迎えたが、同日をもって、任期を1年残して退任。 当時の新聞では、斎藤を含む助役の交代は、市政三期目となる高秀が、人事の一新を図ったものと報じられている。助役退任後に、横浜市芸術文化振興財団理事長に就任。2002年に財団法人名称が変更になり、2006年まで理事長を務める。8年間の在職中に、次期ホール館長に池部慎一郎を推挙。 ジルベスターコンサートエグゼクティブディレクターに徳永次男を選任した。2006年、理事長職を住川啓一に引き継ぎ、役職から引退した。これ以外にも横浜市内の数多くの文化事業に関わった。青春スクロール母校群像記希望が丘高校、ご自由満喫した乙女たち朝日新聞かなが版2004年10月13日長官。なお、本記事では、 転出先の公名は、明記されていない。チェロ奏者、斉藤鶴吉さんにお話を伺いました。いそごマガジン、http コロン<だ>スラッシュスラッシュ isomaga.com スラッシュトピックススラッシュ090620そこコンサート。htm 2018年6月16日閲覧。ab 横浜市議会平成7年度、第2回定例会。 初の女性条約誕生へ、斉藤、鶴見大短大部教授を起用、朝日新聞神奈川版1995年5月19日長官、朝日新聞神奈川版1996年7月19日長官、斉藤は、市の緊急対策本部長を務めた。横浜市議会平成20年度、第2回定例会 AB、横浜市に2人目の女性条約前、 ILO 東京支局長の藤井氏、朝日新聞神奈川版1998年5月30日長官、横浜文化賞過去の受賞者一覧横浜市文化観光局 http コロンスラッシュスラッシュインベントリー .yokohama.art.museum、ok。ありがとうございます。